か？便利、すごく便利。すごく便利ですか？このインターネットを使い始めてどれくらいの期間使われてますか？1年と、3ヶ月。その1年と3ヶ月ということは、どこかでそのインターネットとか使い方を勉強する機会があったということですか？いいえ、全然自分で。なんかこう、もともとじゃあその興味があったとか、それからは例えばこうご自宅とかでパソコンを、まあ、なんか借りて。買ったんですか？自分で。こういうやつ。それがだいたい1年半ぐらい前。そのままいきますね。じゃあ次の質問が、じゃあその1年半ぐらいも使われてるわけですけど、どういうことに使われてますか？どういうことって、例えばどんなホームページを見られたりとか。好きなタレントのホームページとか。例えばって聞いていいですか？神田正輝さんとかを見てると。はい。そういう、じゃあ何か調べ物をしたりすることが多いと。そうです。普段だいたい毎日でいいんですけど、だいたい毎日どれくらいの時間を使われてますか？5時間ぐらい。結構長いですね。間違ったり、うまくいったり、やってます。それでは、そのインターネットをこう使い始めて、まあ、こういうことができるようになったとか、そういうことございますか？ないですね。とすると、もともと1年半ぐらい前にそのインターネットを使い始めた理由というのは何かありますか？思う通りに声が、言葉が出せないから インターネットで文字を表すってこと。すると、その普段こうメールを書いたりとか、ホームページで、まあ、ホームページとか、まあ、文章を打ったりすることは、機会は結構いっぱいありますか？まだないけど、もう少しは。それ例えば先ほどおっしゃっていた、そのこう介護関係の会社を探したりするときも、やっぱそういうのは便利に使ってると。はい、例えばじゃあ今、そういうこう利用されてるサービスとかというのは、こちらで探されたんですか？ホームページの方で。ホットポットのことを探す。日常を探す。ここに行くまでの日常を探しました。そういう使い方は、じゃあそのどっかに行くとか、もしくは何かを調べるとかに関しては便利に使われている。はい。例えばその今までそのインターネットとか、そのパソコンがない時というのは、例えばどっかに行きたいとか、もしくは何かを調べたいといった時はどういうふうにされてたんですか？人に聞くしかないです。それはやっぱりそのご自身としてはあまりこう、まあ、やりたくないわけじゃないでしょうけど、方法としては、はい、言葉にうまく出せないから。でもそんな、そのいわゆる喋り話し言葉よりも書き言葉の方が使いやすいと、はい、コミュニケーションとかもしやすいと。先ほどこう検索したときに、例えばなんかこう、かんだって言うと、下にこう、ベロンと出てきますね。あるあるで、便利っちゃ便利ですか？便利。すごく便利。すごく便利ですか？いや、あるのがあると、すごく例えばその検索をするときとかも、かなりスピードが上げれると。なかったらなかったらやっぱり不便というか。できる限り、その、打つ文字の数というのは、少なければ少なく方がいい。はい、そうです。例えばその文字を打つときと点キーで動かすときと、やっぱりそのある程度ちょっと疲れちゃいます。その何度もこういっぱい来たりするのは。そうですね、時間がかかります。だから4時間とか